それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日の給食はちゃんぽんラーメンとミニトマトと春巻きと蜂蜜レモンゼリーだったんですけど、5歳児の竹組さんのお友達の中でこうミニトマトの嫌いなお友達がいるんですね。女の子1人と男の子1人がものすごくミニトマトが嫌いで、毎回出るたびに一口は食べるんですけど、その後もういらないって言って、先生デザート食べていいっていうことが多かったんですけど、今日はデザートが蜂蜜レモンゼリーだったので、お休みさんが3人いたので3つ余ったんですね。なので全部食べたらじゃんけんしておかわりもらっていいよってお話ししたら、ミニトマト全部完食することができたんですね。で、まあ、じゃんけんしにおいでって言った時に、やっぱ10人ぐらいみんな完食したので前に集まったんですけど、周りのお友達がなんかミニトマトせっかく食べたから今日はその2人のお友達にあげるって1人の女の子が言ってくれて、でも周りのお友達はやっぱ食べたいからじゃんけんって言って、まあせっかくだからじゃあじゃんけんで決めようねってお話しして、じゃんけんしたんです。そしたらなんと2人どっちも勝ったんですよ。んですけど、周りのお友達も良かったねって言ってくれたり、もう一番は2人のお友達がすごく喜んでいたので私も嬉しかったです。であと、あの朝の時に3分間マラソンとか元気タイムを行う時に、バラ組さんの女の子がいつも私のところに来て、先生靴下何、今日の靴下の柄何っていつも言ってくれるんですね。で毎回今日はキティちゃんだよとか、今日はアンパンマンだよってお話するんですけど、今日は靴下がじゃがりこのチーズ味だったんですね。で、今日はチーズ味なんだって、美味しそうでしょって言ったら、その女の子は、なんでチーズなのって、サラダ味が好きなんだけどって言ってたんですけど、毎回そのお友達が来てたくさんお話ししてくれるので、いつも楽しみにしています。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。